こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回もですね、週に1回のちょっと緩めの動画をお届けしたいなと思ってるんですね。まあ、普段はですね、ユニクロの使い方だとか、まあ、30代40代の男性の着こなし方だとか、まあ、そういった分かりやすいテーマでお話ししてるんですが、まあ、週に1回ぐらいはね、なるべくノー編集で僕が話したいテーマだとか皆さんと共有すると、よりファッションのですね、知識だとか楽しみ方が広がるなっていうテーマをですね、お話ししてみたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思ってます。で、今回のテーマなんですけど、結構キャッチですね。ファッション業界の人の話はあまり聞きすぎるなということで、お話をしてみたいなと思ってるんですが、これはね、正直僕自身の反省もね、ものすごく入ってる部分なんですけども、結構ですね、理解しておいていただきたいこととして、まあ、一般の方といわゆるファッション業界の方っていうのは、まあ、どんな違いがあるのかっていうところを理解しながら、いろんな情報に触れないと結構を振り回されてしまいますよという話なんですね。これは僕自身めちゃくちゃ意識もしてるし、ちょっと気を抜くともう本当にね、間違った方向に突っ走っていくわけで、そこはすごい反省してるわけなんですが、アパレル業界の人とか、おしゃれすごく上級者の方っていうのは、まあ、正直ですね、一般の人とはものすごい差があるんですね。街で歩いている人を観察していても、一般の方でちょっとおしゃれな方と、本当にね、アパレル業界の人が歩いている時もあるんですけど、まあ、そこはね、ものすごい溝があるわけですね。というのも、ファッション業界の方って仕事でファッションについてこういろいろと学んだりだとか、あとは自分なりにも研究してるわけですし、あとはもうそもそもそういった仕事を選ぶからには、もう趣味としてファッションが大好きなわけですよ。なので四六時中ですね、おしゃれのことについて考えて試行錯誤しながらいろんなことを取り入れてるわけなので、まあもうレベルとしてはもうぶっ飛んだぐらいおしゃれなわけなんですね。で、まあ、一般のおしゃれの方というのは、まあ、お仕事もあるし他にも趣味がある中で、その中でおしゃれをするわけなので、まあ、割とですね、おしゃれ超上級者であるファッション業界人の間とはですね、だいぶやっぱり差があるんだなと思ってまして、まあ、僕自身もやっぱりファッション業界の、まあ、片足を突っ込んでいるような人間なので、もう日常からですね、ファッションのことばっかり考えてるわけですよ。もう情報収集もかなりいろんな角度からしていて、まあ、雑誌も、まあ、最近はウェブで読むことが多いんですけども、雑誌も複数紙チェックをしてるし、あとオンラインで、まあ、どんな新しい商品が入ってるのかっていうのは、いろんなショップのをですね、毎日チェックしまくってますし、あとは、まあ、セレクトショップの店員さんのスナップ集とかを見たりだとか、あとはもう店員さんにお話を実際に聞いたり、あとお店を回ったりとか、まあ、ものすごい量情報を集めてるわけですね。そこまで見てる人って一般の方の中ではいらっしゃらないと思うんですね。まあ、それぐらい、まあ、本当にファッション業界に身を置いていると、情報がですね、偏ってくるんですね。なので、その業界の中では当たり前だよねみたいな、こういった流れがあるよねっていうのは、普通のことでも、そこと一般の方との間にはものすごい断絶があって、理解お互いにできてない部分があるんですね。例えば、なんだろうな、分かりやすいところで言うと、パンツの裾の長さって今どれぐらいの長さが、一番洒落てるのかっていうところだと、本当なんかアパレル業界の人の中ではもうね、ちょっと短めとか首丈とか、もっとさらに短いやつとかってもう結構古い感じがするわけなんですよ。で、9.5 分丈とか、僕はそんな感じでご提案することが多いんですけども、それすらもうアパレル業界の最先端の方々は古くて、もう裾ね、結構ダルダルにして履いてる方が少なくないんですね。それってもうなんか一周回っちゃって、僕が普段ですね、普段の YouTube の中でなんか裾ダルダルって NG ですよって話よくすると思うんですけども、それが一周回って超おしゃれな人たちの中では最新なんですよ。そうなるとなんかもうよくわかんない世界になっていて、マニアックすぎちゃうんですよね。そういったことがいろんなところにあって、もうおしゃれ業界の人たちってもうちょっとこう一般の感覚とはずれすぎちゃっているわけですね。なので、そういった着こなしを楽しむっていうのもめちゃくちゃいいと思うんですよ。もし皆さんが
目的次第だと思うんですけども、本当におしゃれな人たちから見て超おしゃれに見えるようにしたいのであれば、やっぱりですね、本当にファッション雑誌とかあの YouTube のチャンネルでも本当になんかトレンドだとかめちゃくちゃおしゃれな発信をしている方がいらっしゃると思うので、そういった方のものをですねしっかりと見ながら再現すれば、おしゃれな業界の中で評価はされると思うんですが、そっちに行き過ぎると一般の人から見た時にハテナマークなんですよね。丈めちゃくちゃダルダルしてるけどなんかちょっとこうだらしなく見えるなとか、そういう見え方になってしまったりだとか、あと分かりやすいのがアクセサリーですね。僕もなんか今はちょっと細めのバングルしてますとか、あとは時計と、まあ、指輪ぐらいで割とシンプルですよね。これぐらいであればまだあの一般の方から見ても分かる範囲なんですけども、これがアパレル業界に入っていくとどうなるかというと、全然ねなんかつまんないですよ。これぐらいじゃ装飾が少なくて、もっとリングだとまあこっちの右手に2個3個欲しいなとか、あとはバングルももう時計の方にも欲しいなとか、なんかねネックレスも欲しいなとか、まあ、どんどん足していくっていう方向で、なんかそれもこう自分のスタイルであったりだとか世界観っていうものをより出していくっていう方向性になっていくので、なんかもう業界の中でどうおしゃれに見えるのかっていう競い合いというのじゃないけども、そういったモードに入ってしまいがちなんですね。僕もアパレル業界にいた時もあるので、まあ、そういったなんかやっぱり業界内でのなんかこう小競り合いみたいなのも、まあ、面白いんですよね。楽しいし、それまたなんかねこうなんか一つの楽しみ方だと思うんだけども、そこの世界観と一般の世界観にはだいぶ差があるということをまずは理解しておく必要があって、それを理解しながらなんか情報を摂取していかないと、なんかせっかくあのいろいろお金かけたりだとかファッションに気を配ったんだけど、なんか一般の人から見た時に全然評価されなかったりだとか、なんかちょっと違った方向に走ってしまったりすることも少なくないので、まずは皆さんはどういった評価を誰から受けたいのか、ここをぜひ明確にしていただきたいんですね。例えば先ほどお伝えしたように、すんごいおしゃれな友人に褒めてもらいたいっていう目的と、あとは本当になんか自分の仲間だとかいわゆる一般の方だとか、あとはあの奥さんだとか彼女さんだとか、まあ、女性だとかから、好印象をあの与えたいだとか好印象を持ってもらいたいと思うのであれば、もうどういうファッションにすべきかっていう方向性がまるで変わってくるわけですね。まあ、例えば裾の長さであれば本当にダボダボはまずいと思います。やっぱりあのちょっとすっきりめにした方が軽快であのいい感じかなと思いますし、あとアクセサリーの数なんかもネックレスなんかはもうしなくていいと思うんですね。それもいらないし、バングルだってあのない方がかえって良かったりする場合もあるわけですね。チャラチャラしてると思われたりする場合もあるので、まあ、女性からの好印象を最優先するのであれば、まあ、そういった、まあ、また求めるスタイルが違ってくるわけなので、そこを明確にした上で情報をちゃんとこう求めていくというか、どの情報を自分は摂取していくのかっていうのを考えた方がめちゃくちゃいいかなと思うんですね。ここも僕自身はすごく反省が必要で、普段ねこう YouTube の動画の中でも僕はあのなるべくなんかファーストステップとして、これからおしゃれを楽しむ方が、まあ、第一歩として僕の動画を見ていただいて、あこんな感じにやればいいんだなっていうものをですね知っていただいて楽しむきっかけにしてもらいたいなと思っているので、そんなにぶっ飛んだ情報をですねお伝えしないようにしてるんですが、気を抜くと僕もやっぱおしゃれファッション業界のね一部をあのいる人間なので、どうしてもね尖ったスタイルだとかあの自分が好きなスタイルを皆さんに提案してしまったりとかすることも少なくないんですね。例えば反省があるとしたら、Tシャツをボトムスにインするとか、こういったスタイルって僕はやりたくなるんですよ。やっぱりそういったものは旬なので。ただそこの感覚ってあのアパレル業界の中では超当たり前だし、別に今更何言ってんのみたいな世界観なわけですよね。でも僕たち30代から40代の一般的な男性から見た時に、その T シャツをインするっていうのは、これね奥さんに言われて気づいたんですけど、なんか体操着インしてるみたいだねみたいに言われたわけですよ。だからそういう感じなんですよ。一般的に見ればなんかインのスタイルってまだまだ見慣れてないわけだし、それが理解できる人って人口においてはすごく少ないんですよ。それを僕ら
僕らって言っちゃってますけど、アパレル業界の人はどうしてもその感覚が忘れてしまっていることが少なくないので、まあショップの店員さんもそうですね。本当にね、やっぱおしゃれなんですよ。めちゃくちゃおしゃれなんだけど、その提案をそのまま受け入れてしまうと、なんかね、こうトレンドに寄りすぎてしまったりとか、一般人の人から見た時に理解されないことも少なくないので、そこはバランスを考えながら、ぜひ皆さんはおしゃれの情報というものを取り入れてもらえるといいんじゃないのかなと思いますね。本当僕も反省が多いです。ですので、まあね、最近ではこうよりベーシックなものとか、僕ら大人世代が見て違和感はないものは何なのかっていうことをめちゃくちゃ考えてるし、これは僕自身の好みなのか、一般の方が見ていただいた時に学びになるようなものなのかっていうことをすごい考えるようにしてますね。本当皆さんね、本当にいつも振り回してしまって本当に申し訳ありません。本当それはファッション系 YouTuber の、まあ、一つのポジションとして僕もいさせていただいているわけで、その中でね、より皆さんに分かりやすいものだとか、そういったものをですね、ちゃんとご提案していきたいなと思ってますし、まあ、そういった僕のね、基本的な情報を、見て、それに慣れて自分のものにしてしまったら、それから先はどんどん自分なりのおしゃれを楽しんでみるのもいいと思うんですね。おしゃれクロートの方向に走るのも全然いいと思うんですよ。なんかやっぱりね、こう、まあ、僕のお伝えしている内容っていうのはある意味でなんか量産型と呼ばれるようなベーシックなスタイルなので、まあ、それに対してやっぱり賛否両論が あるのも当然だと思ってるし、まあ、そこに対してその上に、基礎の上にですね、自分なりのカラーだとか好き嫌いだとか、あとはちょっとなんかマニアックなものだとかを乗せていくっていうもの、そういうこともしていくっていうのもすごく大事だと思うので、まあ、その先にね、いろんなこう素晴らしいチャンネルもあるので、僕のスタイルの上にですね、なんか乗せながら自分なりのね、こだわりだとかスタイルというものを深めてもらうのがすごくいいかなと思ってますので、ファッション業界の方の意見というのは信用しすぎるなというところ、ここもぜひ頭の片隅に置きながら冷静に情報を見ておくことが必要かなと思ってます。で、僕もね、いろんなものを日々ご紹介するわけなんですが、もう最近はすごく意識しているのは、ね、テレビショッピングみたいになっちゃうので、どうしても皆さんも刺激を受けるんですけども、ぜひ皆さんの手持ちの服を見直していただきたいんですね。例えば、まあ、クローゼットの中開けて、今は確かに半袖のシャツないな、だったら買い足さなきゃいけないなと思うじゃないですか。そういう時に僕が半袖のシャツをご提案して、あ、これ本当にいいなと思ったら買うべきだと思うし、なんかもう T シャツはいっぱいユニクロ U のエアリズムがあって、もう十分足りてる中で他のブランドの T シャツを僕がおすすめしても、欲しくなってももうたくさんあるんだったら買ってもしょうがないので、そういうものはもう見送っていいと思うんですね。ついついね、こうやって動画ってめちゃくちゃやっぱりインパクトがありますし、もうこうテンションが上げられるものなので買いたくなるんだけども、そこはなんかワクワク感は保ちながらも頭はクールに判断してもらった方がいいかなと思うので、そこは限られた予算だとか、あとはクローゼットの空間っていうのも限りがあるので、僕はもう服っていっぱい並んでる状態が素晴らしいとはあんまり思わなくて、少数精鋭の本当にこれって着ていて気持ちがいいんだよねとか、気軽に着れるけどもおしゃれなんだよねっていうものだけがある状態がやっぱおしゃれをするには楽だし、すごく大切なことだと思うので、そんなにたくさんはいらないので、ぜひ皆さんも僕ら YouTuber だとか、あとはインスタグラマーの方だとかブロガーさんとかいっぱいいますけども、冷静に見ながら自分のペースでファッションというものをですね、楽しんでいただければなというふうに思ってます。ということで、今回はですね、僕の反省ですね、本当に YouTuber をやってる中で反省してることを皆さんと一緒にシェアしながら、今後ね、もう僕以外のチャンネルも以外にもいっぱい皆さん見てると思うんですよ。並列して いろいろ見てると思うんですが、自分の今目指しているものは何なのか、誰にどんな印象を与えたいのかというところをまずは明確にした上で、じゃあこの情報は果たしてそこに合ってるのかどうかというところを見定めながら、一点ずつクールな頭で服を買っていただければなというふうに思ってますので、ぜひ参考にしていただければなというふうに思ってます。これからもですね、こちらのチャンネルでは、まあ、週1回のペースでこのような、まあ、緩くね、ちょっとこう皆さんにシェアしたい情報というのをですね、出していきたいなと思ってます。まあ、その結果ね、今週5本
無料版出してるんですよね。ちょっとオーバーワークかなと思うんですが、まあ、たまにお休みもしながらですね、こういった緩い動画を出したりだとか、あえて再生回数とかもう狙わずにですね、僕が伝えたいこと、ちゃんとこの情報として皆さんに長く頭の片隅に置いていただきたいものをですね、出していきたいなと思うので、毎週火曜日の動画ぜひね楽しみにしていただきたいなと思いますし、結構この動画ってコメント欄がですね賑わうんですよね。僕のねなんか素の状態ですね、あの喋り方とかも気合がある意味そんなに入ってないですよね。いつもね声のトーンとしては、はい皆さんこんにちは、スタイリストの大山俊ですみたいなテンションでやってるんですけど、そうじゃなくて素の僕の感じで出していくのもいいかなと思うので、こういった動画もですね楽しみにしていただければなというふうに思ってます。はい、ということで、あと最後に、ね、宣伝一つだけさせてください。こういったなんか緩いテンションでやってる動画というのは、僕の YouTube チャンネルよりもメンバーシップチャンネルの雰囲気なんですよね。それをねちょっとでも皆さんに感じてほしくてこの動画を撮ってるので、もう週にね今 3,4 本くらいのペースでメンバーシップ動画では緩くね僕の本音で動画をお届けしてるので、月額590円、まあ無料ではないんですけども、その代わりねぶっちゃけた話だとか本当に僕の伝えたいことをどんどんお伝えできているので、こちらのチャンネルもチェックしていただければなと思います。この動画の下の概要欄にねリンクを貼っておきますので、そちらから見ていただければなと思ってます。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。